リアム・ロバート・ブリッドカットは、イングランド・レディング出身のプロサッカー選手。サッカースコットランド代表。リンカーンシティ FC 所属。ポジションは MF。チェルシー FC のアカデミーで育成され、2007年夏に、クラブと最初のプロ契約を結んだ。2008年2月8日、ヨービルタウン FC にレンタルに出され、翌日のウォルソール FC 戦で、プロデビュー。その後も、 カイクラブへのレンタルを繰り返した。2010年夏、契約満了により、チェルシーを退団。2010年8月28日、5ヶ月の短期契約で、フットボールリーグ1のブライトンホーブ・アルビオン、FC に加入。2010年11月5日、契約をシーズン終了まで延長。主力選手の一人として、リーグ1優勝とチャンピオンシップ昇格に大きく、 貢献した。2011から12シーズンもレギュラーとしてチームを支え、シーズン終了後にはサポーター投票でチームの年間最優秀選手に選ばれた。2014年1月30日、サンダーランド AFC に移籍3年半契約にサインした。移籍金は推定300から400万ポンド。2015年11月26日、 レンタルでリーズユナイテッド AFC に加入。2016年1月5日、レンタル期間をシーズン終了まで延長。2016年8月16日、リーズに完全移籍し2年契約を結んだ。9月9日の試合ではスレーマン・バンバに代わってゲームキャプテンを務めた。2017年8月22日、チャンピオンシップのノッティンガム・フォレスト FC に移籍。 遺跡金は推定100万ポンドで契約は3年。2019年9月、ボルトン・ワンダラーズ FCA、レンタル遺跡。自身はイングランド生まれながら、祖父がエディンバラ出身のため、スコットランド代表を選択した。2013年3月7日、A 代表初招集。2013年3月26日のセルビア戦で、初キャップを記録。 2016年3月10日、リーズでのプレーぶりが評価され、約3年ぶりに招集。3月29日のデンマーク戦に、リーズのチームメイトのリアム・クーパーと共に出場したが、同試合で、デンマーク代表のエリック・スビアチェンコに激しいタックルを見舞い、試合後に、大げはれでデンマーク代表監督から名指しで、非難された。ユースプロ、ありがとうございます。